はい、皆さんこんにちは、こんばんは。そしておはようございますの方はおはようございます。中村平です。本日は独白第9回目となりますね。二宮和也さん、今回で2回目となります。そもそもこの独白という企画を始めたきっかけとなったのも二宮さんで、二宮和也さんを思い思いに語りたいぞと、そういうところからスタートしたものになります。で、僕は嵐がドンピシャに世代で、やっぱりその影響で思い入れも深いのか、話していて楽しいながらも落ち着きますし、まあ何より大好きなんですね。で、その中でも二宮さんは狼という共通する動物をお持ちで、特にツボなんですよ。そんな二宮さんなので、これまでこのチャンネルの中でいろいろ分析して語ってきたのですが、今回は初の二宮さんの運気について触れていきたいと思います。っていうのは、はい、ジャニのチャンネルの休止、これが原因ですね。11月の頭から名前を変えての再スタートを予定しているわけですが、僕も驚いたことだったので、これを機に調べてみたいなと思いました。本来であればメンバー全員を調べるべきだとは思うのですが、今回は動画のボリュームの関係上を発起人の二宮さんに焦点を絞らさせていただきます。それでは二宮和也さん、1983年6月17日生まれ、60分類はネアカの狼で、リズムの本質は太陽、火、F のプラスになります。ちなみに私、このリズムの本質、太陽が二宮さんと一緒なんですね。それがただ嬉しいだけです。そして二宮さんの運気のサイクルなのですが、成功運、順サイクルとなります。ではこの運気のサイクルとは何なのか、それは10種類のサイクルになります。活動、浪費、調整、焦燥、投資、成果、転換、完結、整理、学習。で、今のを聞いて、あれ、なんか前に話していたのと順番が違うなぁと思ったから、正解です。前回出しました動画、独白第8回、岸優太さんの運気リズム、大変ね、好評の方をいただいていて本当に嬉しいです。岸優太さんはね、この運気のサイクルが逆行運、逆サイクルになるんですね。しかし全部が逆になるというわけではなく、2つのセットがそれぞれ逆になるというものになります。それは最初の活動と浪費、ここが逆になる。で、次の調整と焦燥、これが逆になるという形で、この2つずつのセットというものがそれぞれ逆になるというものになってくるんですね。まだまだこう聞き慣れないなっていうね方、非常に多い方は思いますが、一緒にゆっくり楽しく学んでいけたらと思っております。それでは本題の二宮和也さんの運気リズムについて、僕なりの解釈を語らせていただきたいと思います。まず最初に、2023年、今年がですね、二宮和也さんの中で運気リズムの中のどこに当たるか、それは完結の10、ここになるんですね。そして次にジャニのチャンネルが始まった年、それは2021年の4月スタートというふうに書いてありましたので、この2021年は成果の9になるんですね。で、今ね、この10とか9とかね、数値の方振ってありますが、まあこれは簡単に言いますと、まあその運気がいいか悪いかというところを、まあ数字で、基準としてですね、出したものになります。なので、成果から始まり現在完結なので、で、その間も転換で7、で、その成果の前の投資も8ということで、この投資、成果、転換、完結というこの4年間は、好調期という、まあ非常にいい時期になるんですよ。いい時期にスタートして、そのいい時期の締めくくり、まさに完結するのがこの2023年になったんですね。まあなので、始まった年というのも非常にこの成果の9というところでいいですし、まあそして何より思いついて、よし、じゃあ明日から YouTube やろう、こういったものではないと思うんですよ。やっぱり二宮和也さんが YouTube を始めるというものには、それ相応のね、準備期間というものがやっぱりその考える期間から考えてもあったと思うんですね。で、それを、まあこれはね、僕の中の予測値ですけども、それを2020年から考えたとしたらですね、もうまさに
盗聴器の中でジャニのチャンネルというものは作られて、そしてここまで反映してきたんだなというものがですね、分かって、まあまさにその通りだったんだなというふうに思って驚きましたね。そしてここから最初に言いました通り、ジャニのチャンネルの休止というものが始まる。で、それによって、もうまさにこの名前の通りですよね。整理。そう、いろんなものが整理していく年に次2024年になっていくんですよ。で、今までというものが絶好調すぎるものがあったんですよ、この運気リズムで言うと。なのでこの整理という時期を迎えて、ここからの同じ、まあ、3、4年間というものが同じように今チャンネル登録者数が420、30万人いますけども、同じように倍になっていくか1000万になっていくかと言われたら、正直僕の中ではちょっとわからないなっていうところはあったりします。まあしかしこの整理、数値は3と分かりやすく下がったわけになるんですけども、そしてですね、まあいろいろなものが整理されて、まあいろいろ変わってくるとは思うんですよ。なので、一度ね、その流れというものがストップしたので、いろいろね、難しい時期だと思うんですけども、一応ね、この調べていく中で、この数値が低い時に、それでもです。何かこう、当たりというんですかね、ジャニのチャンネルというものも、まあ、事業となるかもしれないということはね、二宮和也さんが、この間はね、動画の中でも言っておりましたが、その、まあ、事業というふうに考えた時に、この整理という、この数値の低い時期に当たれば、非常に長く続きやすいんですよ。この、事業、この一つのね、こととして考えたときに。なので、とりあえずこれだけはね、考えられるなっていうふうに僕の中で思ったのは、この砂利のチャンネルというものは、長く続いていくということだけは、まあ確実視にね、できるんじゃないかなというふうに僕としては思っております。まあしかしですね、やはりこの整理、学習とくるこの2年間は、一つのですね、この作物が育って実っていくというこの循環、この流れで考えたときに、開墾期という、まあそういった名称がですね、この個性侵略上ではついています。なので、手つかずの広大な大地を耕すときという、まあそういった時期になってますんで、大変に決まってるんですよ。何にもないところを耕すんで。まあだから、この二つの時期、整理、学習、この時期の時、まあ特にね、この整理の時期の中で大事なのは、どれだけポジティブでいられるかという、ここになるんですね。で、実際にこの整理という時期を、まあいろんな本とか、まあウェブの情報などで見ていても、やはりどれだけ前向きでいられるかというのが非常に重要視される時になってきます。で、ここからですね、ここまではこの運気、はい、僕はね、個性運気学と勝手に命名しておりますけども、個性心理学にまたね、話の方を考えていくと、砂利のメンバー全員の動物を思い出してください。本質だけで大丈夫です。二宮和也さんは狼、中丸雄一さんは子鹿、菊池風磨さんは猿、山田涼介さんはペガサス。この4つの動物、はい、すべて未来展望型のポジティブ思考の動物になります。なので、なんとメンバー全員がポジティブなキャラクター、ポジティブな人たちになるんですね。なので、この4人でやっていくというものさえ変わらなければ、確実に乗り越えられる。しかも、非常にいい形で乗り越えていけるんじゃないかなというふうに、僕はですね、この運気リズム、プラス、個性心理学、ここをね、合わせ持って、そのようにね、思いました。はい、という感じですね。ここまで一気に喋ってしまいましたが、二宮和也さん、そして、二宮和也さんが作ったこの砂利のチャンネルというもの、今までとは、まあ、少し、違う流れというものが出てくると思います。正直なところで言うと、その先ですね、その先、2026年というふうになっていっても、まあ、活動、浪費という、まあ、種まきというシーズンになってきて、で、その後にもまた試練というものが来ますんで、まあ、やはり会社返しになりますけども、ここまでの本当に右肩上がりのものすごいペースとは違うと思うのですけども、可能性として、まあ、この4人のね、行ってくることになりますし、この4人の運気リズムが作業してきますので、何かこの数値の低い時の
当たりっていうのがもし出てきたとしたら、本当にですね、1000万人チャンネルっていうのも、まあ全然可能性としてはね、あるんではないかなというふうにも、思ったりもしています。どっちなんだよって感じかもしれませんけども、まあ僕なりのですね、まだまだ勉強中の分析になりますので、ご容赦の方すいません、よろしくお願いいたします。結構ですね、売られている本などでも実はね、この運気リズムって書かれているんですよ。そんな情報は多くないですけど、まあなのでですね、そちらの方も一緒にね、参考にしていただき、楽しく学んでいっていけたらなというふうに思っております。今回も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。もしですね、お悩みの相談などありましたら、公式 LINE アカウント、こちらの方を運営しておりますので、ぜひぜひご利用ください。限定の動画、限定のライブ配信を行っておりますメンバーシップ、こちらの方もですね、非常に今盛り上がっておりますので、よかったらですね、ご登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。